氷なんで気をつけて。あ、はい。わ、ほんとだ。はじめまして。危ない。危ない。はじめまして。ひろかわです。あ、よく。すごいメガネ率。パーフェクトメガネなんですけど。来てくれてありがとう。え、坊やも仕事してるの？はい、一緒に来てるんで。すごい、これザ・札幌って感じだ。うわー、寒い。なんかかわいい。あっちにはクラーク博士が。いきまーす。3、2、1。OK です。はい。確認してみてください。はい。日本語。そこは英語じゃないんだみたいな。みたいなあれで撮りますか？あ、じゃあ同じ流れで3、2、1で。動画ですね。そうですね。ここですね。はい。眺めいいですね。高台だと。なんか食べれないからね。うん、じゃないよね、救急車呼んでるよっていうのを。札幌農学校初代教頭。ボーイズビーアンビシャスって大志を抱けみたいな。右手にはペン。あ、じゃあ今の農業の礎を築いた人ということでいいでしょうか。はい。さっきロゴスで買いました。あんなにちっちゃい小学校6年生の女の子も坊やも私の動画とか見て面白いのかな。そうですね、やっぱ雪に囲まれてるからですかね。すごい寒かった。あ、やば、あれ書いてもらわなきゃ。あ、そうだそうだ。そろそろサインも考えた方がいいです。いやいや、私それはどうかなって。最初はふざけて、じゃあサインの練習しとくわって言ってたんですけど。ばっかりで、ああ、駅前そうですよね。はい。今見えてないけど、これが多分スターウォーズですね。テレも見るなんて。本当ってか、でも嬉しいです。なんか誰かとEテレ見れるのなかなかないから助かります。あ、お別れするのは寂しいですね。はい、あ、そっか、お別れするけど見てさあ、私のミッションは、白熊さんと合流する。すぐ行きますね。もう六花亭すぐそこなんで。軽くね、雪が降ってる。白熊さん、今どちらにいますかね。私今六花亭の中いますね。あ、なんかビクターの犬みたいにいますね。じゃあアイス探そうか。
犬しかいない。あれか、お前も待ってるのか、白熊さんのこと。白熊さん、私今ここにいます。私も犬といますから。あ、札幌駅にいるってことですかね、もしかして。いや、迎えに行っちゃった方が早いか。迎えに行きますね。全く裏、全く裏だと私今どっちにも近いんですよ。妙門の方にも行けるし、全く裏も行けるんですけど。な、何が見えますかね。あ、日立の白熊くん OK です。はい、日立の白熊くん前集合で。あ、あれかな。イエーイ。こういうゲームみたいな。出会うゲームみたいな。やっと会えた。大丈夫、お子さんお腹空いてないですか。大丈夫ですか。ごめんね、あっち行ったりこっち行ったりでね。アイス、別のせいですよね。アイス、すみません。あ、同じ。こういう感じ。美味しそうだね。美味しいですね、本当そのまんま。